皆さんこんにちは。チャット GPT などの AI との対話は、新しい言語を学ぶようなもので、その言語の文法を作る技術をプロンプトエンジニアリングと言います。AI は強力なツールですが、それを使いこなすのは私たち人間です。プロンプトエンジニアリングの能力を鍛えることで、AI とより良い関係を築き、AI の創造性をより高めることができます。今回の動画では、OpenAI の ChatGPT や Anthropic の Claude、Google の Gemini などの主要な AI チャットツールを使って、質の高い文章や回答を生成して、日々の生産性を爆上げできるようになる、プロンプト手法について解説された最新の論文を5本紹介します。なお、ChatGPT などの AI チャットには、裏側で、GPT-4o や OpenAI-o1 などの大規模言語モデルや LLM と呼ばれる人間でいう脳のような知識を学習した装置が実装されており、今回この動画で紹介する論文はこの LLM に入力するプロンプトの作り方です。ちなみに動画内で使った各種プロンプトに関しては、 ChatGPT、Claude、ジェミニなどの AI チャットで利用できるようにこの動画の概要欄に貼っておきます。以上を踏まえ、論文を一つずつ見ていきましょう。それではよろしくお願いします。マイクロソフトリサーチなどの研究者らは、個人の感情的な反応や行動に影響を与える認知的評価を変えることで感情を調整するアプローチである再評価手法を使い、 LLM に再評価能力を提供するためのリゾートフレームワークを設計しました。リゾートフレームワークを使うことで、 LLM を使って人間の考え方をポジティブに変えるアドバイスを生成できるとのことです。リゾートフレームワークは、自己責任、問題への対処方法、感情的な問題への対処法、自分のコントロール方法、問題が自分の価値観とどの程度一致しているか、問題に対してどれだけ注意を向ける必要があるかの6つの要素で構成されますが、感情的なサポートを求める中程度の長さの SNS の投稿に対して、リゾートフレームワークを使って LLM をガイドしたところ、 LLM は効果的な再評価応答を生成したということで、リゾートフレームワークには人間の感じ方をポジティブに変換させるアドバイスを生成できることが示されたとのことです。この6つの要素の中で最も効果的だったのは、感情的な問題へどう対処するかだったということで、具体的なプロンプト例としては、例えばチャット GPT でユーザーが直面している問題に対してどのように対処すればよいかについての再評価をしてくださいといったプロンプトと一緒に、ユーザーが抱えている問題の詳細を入力して送信すると、 LLM が感情的な問題に焦点を当ててポジティブで効果的なアドバイスをしてくれます。この研究は、 LLM が心理的に有益な応答を生成する潜在能力を持っていることを示し、人間と AI の協力による感情支援の新しいアプローチを開拓する可能性を示しています。香港の香港理工大学などの研究者らは、 LLM のテキスト要約能力に関して研究した論文を発表しました。それによると、テキストの要約を下書き、批評、改善の3つの段階で反復的に行うプロンプトチェーンという手法が有効だと示されました。研究によると、OpenAI の LLM、GPT-3.5 と GPT-4 を使って下書き、批評、改善させたところ、他の手法と比べて、プロンプトチェーンを使って要約した方が、全体的な質や欠落情報の少なさ、無関係な情報の少なさで優れていたということです。プロンプトチェーンは、 LLM が複数のタスクを一度に処理するのではなく、段階的に一つずつ解決するので、
より安定して高いパフォーマンスを発揮するようです。プロンプトチェーンに関しては3つのステップに分けてプロンプトを設計します。具体的なプロンプト例としては、例えばチャット GPT にステップ1で入力されたテキストに基づいて初期の要約を生成します。次にステップ1で生成された要約に対し批判や改善点を提案し、特に欠落している情報や不要な情報を指摘すると批判と改善点を提示してくれるので、最後にステップ2で提案された批判と改善点の反映をお願いすると、全ての提案を盛り込んだ最終的な要約を作ってくれます。このような感じでプロンプトチェーンを使うことで、下書き、批評、改善の各段階を明確に分け、精度の高い要約を段階的に作り上げることが可能になります。なお、研究によると、プロンプトチェーンは他のタスクにも適用可能であり、LLM の性能の向上に貢献することが期待されているとのことです。ファーウェイなどの研究者らは、OpenAI の考える LLM、O1 シリーズなどで使われているステップバイステップで考えるというプロンプト手法、思考の連鎖を強化した手法である戦略的思考の連鎖を発表しました。戦略的思考の連鎖は、数学の問題であれば LLM に最初に問題の解き方を見つけさせてから、それをもとに高品質な推論経路を生成する2段階のアプローチを採用することで、最終回答の精度を向上させるプロンプト手法で、研究によると8つの難しい推論データセットで思考の連鎖と戦略的思考の連鎖の性能を比較したところ、多くのデータセットで思考の連鎖と比べて回答精度の向上が見られ、より質の高い推論結果が得られたとしています。戦略的思考の連鎖を使った具体的なプロンプト例としては、数学問題を題材にした場合、例えばチャット GPT に事前に効率的な計算方法を熟知した数学の専門家という役割を与え、問題の解き方などを提示したワークフロー、論理的に解決するなどのルールを設定した上で、数学問題を入力して送信すると、ワークフローやルールに従って問題を解き、最後に回答を出力してくれます。研究によると、戦略的思考の連鎖は物理学や空間推論など、特に複雑なタスクや多段階の推論が必要な分野に応用できるとしています。中国の清華大学などの研究者らは、 OpenAI の考える LLM、O1 シリーズなどで使われているステップバイステップで考えるというプロンプト手法、思考の連鎖よりもより複雑な推論を得意とするダイアグラム・オブ・ソートというプロンプト手法を発表しました。ダイアグラム・オブ・ソートは、提案、批評、改善、検証といった役割を区分けして、LLM が内部的にこれらの役割をシームレスに切り替えることで反復的な推論を可能にする手法で、思考の連鎖などの既存の推論手法と比べ、推論の柔軟性と効率性を向上させたとしています。ダイアグラム・オブ・ソートを使った具体的なプロンプト例としては、数学的な問題に対する推論の場合、例えばチャット GPT に2つの数 9.11 と 9.8 のうちどちらが大きいかを判断してくださいという命題に対し、提案、批評、提案、回答といった感じで入力して送信すると、 LLM が提案、批評、改善提案、検証を通じて反復的な推論を行うためのステップを示し、最後に回答を出力してくれます。OpenAI の O1 シリーズの登場で、 AI 業界では推論に注目が集まっていますが、ダイアグラム・オブ・ソートは推論能力の高い次世代 LLM の設計に役立つ可能性があり、
特に自動化された問題解決や意思決定システムに応用が期待されます。マイクロソフトなどの研究者らは、問題を数理的に表現して、複雑な意思決定や最適化問題を解決するという、難しい専門知識が必要なオペレーションズリサーチについて、非専門家が自然言語でオペレーションズリサーチの問題に対応できる手法である NL2OR を発表しました。この論文によると、サプライチェーン内の物流コストを最小化する問題や、複数の店舗内で在庫を最適に割り当てて運営コストを最小化する問題など、重要なオペレーションズリサーチ問題を対象に実験を行ったところ、 NL2OR は自然言語の入力から正確なオペレーションズリサーチモデルを迅速に生成できることが確認されたとのことでした。具体的なプロンプト例としては、例えばチャット GPT で栄養素を満たしつつ食材の購入コストを最小限に抑えるという問題を解決する際に、食材のコストなどの入力データ、食材の購入量を決めるための変数、食材の購入コストを最小化するための目的、食材の摂取量や栄養素などの制約といった条件を入力して送信すると、チャット GPT が問題を解決する最適なプランを考えてくれます。NL2OR は、物流の最適化やリソースのスケジューリングなど、さまざまな産業分野で活用できる可能性があり、非専門家が容易にオペレーションズリサーチ問題を解決できるので、中小企業などでも有効に活用できると思われます。なお、この動画で紹介した記事やツールなどのリンクは、動画の概要欄に貼っています。AI ツールに興味のある方は、ぜひ自分の手で試してみてください。それでは次回の動画でお会いしましょう。